日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、こちらお三種のあんこ、塩、おしるこ、森永を食べてというか飲んでいきたいと思います。で、こちらのおしるこなんですけど、お湯でも冷水でもできるということなんですね。なのでせっかくだから、左側をホット、右側をアイスにしてみました。てか、作るシーン中身がどうなってるのか見せるの忘れてた。申し訳ありません。後でちょっと見せますね。まだ一袋ずつあるので、ではまずホットの方から飲んでみます。お湯でも水でもどちらでも作れるんだったら、気分次第でいろんなもので作ると美味しそうですね。温度も調節できるので季節をの問わず飲めるというのも嬉しいです。てかこれ通年で出てるのかな。はい、これが中身でーす。はい、お水を入れます。お湯は近くにポットを入れてあるんですけど、ポットも動かすと危ないので、もうそのまま行かせていただきます。ぐるぐるぐるっと溶かしていく。やっぱり溶かすのはお湯の方が早いですね。しかし、ちょっとしっかりやれてない。何をやってるんだ自分は。下にこぼしまくって、もっと本当もっと丁寧にやらないとな。ついうっかりこういうことやっちゃう。でもやっぱりほっと一息つけますね。詳細なレビューはこの後すぐ。お疲れ様でした。まずおしるこそのものの味についてなのですが、冷水で作ってもお湯で作ってもどちらも優しい甘さが口の中にほわーっと広がってきて、口の中から心まで癒してくれました。ただフリーズドライという性質上、水よりもお湯の方が若干作りやすくはありましたね。なのでそこで好みは決めるかな。あとその日の気温や気分で変えるのがいいと思います。なので冷水でも作れますし、お湯でも作れますと言われますが、どちらで作っても味がそこまで大きく変わるということはなかったですね。あなたのお好きな方で作るのをお勧めします。なので冷水で作った方、お湯で作った方、どちらも4点とさせていただきますね。欲を言えばお餅とか入ってたらよかったんですけど、まあそれは自分で足すかでやるしかないです。というわけで今日は森永のおしるこを冷水とお湯両方で食べてみた動画でした。本日の演目はここまで。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。